本当に社会の縮図を、そう。フジロックってさ、社会から出れる世界、社会を逸脱してやってきたそのフジロックっていう世界があって、ここに来れば、外の世界は忘れられるよねっていう世界の中に、縮図した世界を作ったじゃん。ない？そのさ、それすごくない？なんか、いろん確な、ね。かに。うわ、これ本当に載せて、これ、ここは本当に載せて見せたい、フジロック。本当だよね。そう。そいや、の、いや、嫌な社会の縮図を持ってくる。嫌な社会の縮図をフジロックの苗場に入れ込んでどうすんのっていうことだよね。でも、ちょっとびっくりしたのがさ、フジロック本当にやったのな、やってんのな、俺確認したけど。ね、フジロックプラス。ああ、そう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 。来たコメントが、残念ですが、今年からフジロックプラスという優先チケットが導入されておりますって来て。まあでも、よかったなと思うのはさ、俺らさ、一回、まさかそんなことないでしょっていう前提で喋れたじゃんって。で、今喋るのって、はい、それが本当にありますっていう体で話すのじゃ、この温度が全然違うよね、もう。だって、あの頃って、いや、そんなことしないでしょ、フジロック、日高さんじゃ、だったじゃん。これ、現に始めちゃったよと、それを。ね。フジロックプラス。僕もタイトル、フジロックプラスですよ。ここは情報ちゃんとした方がいい。俺めっちゃ曖昧に覚えてるあ、けど。今、僕調べる、調べる。プラス1っていうのは、今言ったバスね。うん。バス移動が、まあ、なんか快適に移動できるよっていうステージ感を。いろいろあるけど、これに関しても。あとは、フードパス。その飲食とかも、長蛇の列を短縮できると。で、あと、専用の休憩スペース。さあ、まあ、ちょっと、まあ、今、お順を追うけど、まあ、こういう、要は、プラス1は、まあ、専用のシャトルバス。これが、まあ、今、もうフジロックの醍醐味でもある、ステージ間の移動ね。まあ、これをバスで、専用バスができますよ。で、もう一個は、専用の休憩スペース。もう屋根も完備された、専用の休憩スペースを設置と。急な雨、醍醐味である急な雨をですね、それでもう避けちゃうというですね。で、次は、飲食のファーストレーン。これまた、醍醐味である飲食の行列に並ぶというね。あの飲食に並ぶときにいろんなこと考えたりするんだけど、まあそれもないと。もうパッと並んで食べれちゃうと。いうのが一人ね、これが2万円です、プラス。プラス2万円でこれを買います。そういう種類の特権階級と、それではない方の特権階級は、だから多分次言うやつは、今言ったやつを含まないもんなんだけど、ああ、そうなんそれは、もうライブの方に特化した特権階級で、だ。ああ、そういうことね。専用のビューイングエリア。だグリーンステージ、ホワイトステージ、レッドマーキーと、それぞれに専用のエリア。だからその前回話したように、そのアラブのね、ターバン巻いた人いっぱいになると思うけど。で、2位が、この物品のファストレーン。物品並ぶじゃん。あれも、あれをこう、ああ、早く買えるみたいな。なるほど。で、これが1万5千円。ああ、2種類あるんだ、じゃあ。で、多分だけど、これどっちも買えるじゃない？まあ、上流になってくると。で、普通のチケット最大でどっちのも買うには、3万5千円。で、これを通常のチケットに足すと。しかもこれ1日だからね。1日。つまりこれを3日間やるには、それぞれ相当のあれがいると。かける3で。すごい稼ごうとしてんじゃん。まあ、うん。いいか、金出したやつは出せばいいんだもんね。そうそう。で、まあ、今の通りさ、基本的にはやっぱりさ、これはそこ削っちゃうんだみたいな感じじゃない？大体が。そのさ、これね、いや、雨が降ったらさ、まあ、レッドマーキー行くもよしじゃない？ね、っていうかさ、もはやもう雨に、なんだろうな、これもう、いろいろ、どちらかっちゃうね、頭の中がね、これもう、どっから行こうか。まずこれを、この話で、ぜひだね。これ、どう？スタンスとして、これが、ね、これ聞いたときに、まあ、俺は、まあ、すごくお金、でも俺たち当時から言ってたけど別にいいって言ってたじゃん。当時というかその先先週ね。週の収録でも言ってたけど、別にフジロックがやるならそれでいいんだけどって言ってたから、まあ別にいいんだよ。ただ俺はね、どうしてもそのグラストンベリーとかと比べちゃうの。そうだよね。でね、まあだから俺はもうこうなったらね、あえてここは絶対こう乗っけてほしいんだけど、収録。そういうのはもあえう、もうかぶってて、フジるから。ロックを比べて悪く言うと、あえてだよ。別に悪く言う必要もないんだけど、
俺が調べてるとこによると、うん、グラストンベリーグラで、なぜ比べるかというと、フジロックはグラストンベリーを元に作られてるから。はい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 。で、まあ、別にだから真似しようとは思わないよ。別にそう、オリジナルのね、今、うん、そういった制度を設けて、オリジナルの今、また別の道に進んだってことはそれでいいんだけど、うん、ただその、海外というか世界で一番有名とされているそのグラストンベリーはどういう状況にあるんだと思ってですね、調べたの。お、でもそれは去年までの多分情報なんだけど、ネットの情報なんだけど、グラストンベリーはもうチケットが2種類確かにあるのね、うんうん、だけどその2種類っていうのはその今の言ったフジロックとは違って、なんか特権じゃなくて、単純に高い人用のサービスで、うん、あの、なんだろう、バッテリーチャージがついてたり、ほうほう、iPhone とか。そうそうそう、スマホの。はい、うんうんうん、バッテリーチャージをその、もうそのチケットに含まれてたり、はいはいはい、あと、フジロックだとさ、自分でさ、シャトルバスあるじゃん。うんうん、あの下から駅からさ山までの、うん、あれがついてるっていう多くのチケットとか、はい、あとなんかこれもうろ覚えなんだけどまた調べるのめんどくさいから、ま、でもそれぐらいにしてもその、ね、うん、特権的な、なんつうの、そのまさにうちらが言ってた前前のエリアとか、うん、エリアとかでこうそこの音楽の前では平等になってるのみんな。ああああ、音楽とアーティストと対峙するときはみんな平等なの、うん、でそこにプラスそういうなんだろうな、他のシャトルバスとか、シャトルバスってもエリア内じゃないよ、だからその、うん、会場までのバスのチケットが含まれてるチケットだったりとか、うん、バッテリーとかそういうふうにそういうチケットのなんていうの、上乗せの仕方、儲け方ってこうしてて、そういうね、まさに分断を生むようなチケットの仕方はしてないっていうことだけは言っておきたい。いや、それ重要だよね。いや、思ったのだから、そこ、今聞いただけでも、やっぱ、なんか気遣ってんだと思うのはさ、やっぱさ、その、フェスの中ではみんな平等にあるべきだっていうさ、そう、重要じゃん、やっぱり。そう。なんかさ、そこがもう、やばいことを、俺は今回のその、だから、なんだっけ、そのフジロックのやったことっていうのがもう、まあそういうことは全く配慮がないっていう、まあ、フジロックプラスか、フジロックプラスっていうのが、うん、まあそのね、分断ね、で、うん、そういう意味では俺、本当に分断を感じるべきだと思うの、俺は今回、うんうん、そのね、だからそこを、なんか、そのフジロックプラスを取ってない人が、そのフジロックプラスを取ったやつを、冷ややかな目で見てほしい、どうか。まあ、今年は今行くかな行かないか分かんないけど、どうかフジロックプラスの、という特権階級をお金で買った人のその面を見てほしい、うん、面構えを、ね、どうかね、いや、そのさ、芸能人が VIP 的な扱いされてさ、うん、裏に回ってるとかは全然また話は別じゃん。混乱しちゃうからね、タレントとかうろうろしちゃうとね、そうとか、まあ、うん、そうお金じゃないし、そこはさ、結構俺はこれ大きな出来事だと思うんだよ、やっぱこのフジロックの中でも。で、これが本当にさっき言ったような分断であると思う、俺は、これが。うん、楽しみなんだよね、ちょっと。俺もちょっと楽しみ。これはさ、で、俺らの目線じゃないと、これをさ、揶揄したりさ、なんていうか、こう、することって、もう時代じゃないじゃん。そうだね。これ正義なんじゃ、正義なわけじゃん。お金をいっぱい払った人は、それはいいことをしてるんだみたいな。でもさ、そういう話じゃないじゃん、これ。精神性の話じゃん、そもそも、その、ね、フェスの意義とかさ、うん、さっき言ったグラストンベリーではそういうことはやらないよとか、それはなんでかなとかさ。あ、でもむしろフジロックに出てるさ、うん、ミュージシャンというか、なんて言ったの、往年のずっと出続けてるさ、やつとか、じゃあ加藤登紀子とかさ、はい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 、うん、ウーアとか、まあ死んじゃった清志郎とかもいるけどさ、そいつらって結構嘆くんじゃないのかな、これ。清志郎、だからそういうことをアーティストがやったら面白くね、なんかその、そこを揶揄するみたいな、うん、なんか、フジロックプラスの人は拍手とか言って。ね。で、
ちっちゃいな、おいとか言って。なんか、納入区的な感じでさ、なんか核とかすら、原発、なんつうの、あいつらが原発のやってるやつだぞとか言ってさ、なんか、プラス側のやつの映像を抜いてさ、あいもう、プラス、フジロックプラス側が原発推進派で、そうじゃないやつが反原発みたいな、そういう構図も作れそうだよ。なんかね。だって、ウーアとか絶対そういうの嫌いそうなんだけど。そう、本当だったらそう、アーティスト側がやっぱりそこはさ、いやだからちょっと今話したらすごくワクワクしてきた、ね、今俺すごいワクワク。音楽の前で平等であってほしいってみんな絶対思ってるよね。ねえ。え、だからこれは何だ、私たちがやる演奏の前では、うんうん、みんな一つになれるっていう、うん、そこがさ、うん、そこが音楽のいいところなのにさ、うん、か。でさ、なんか、まあ、グラストンベリーの話をどうしてもしちゃうけどさ、うんうん、変な、ちょっとファンキーなバーさんをね、群衆の中で抜いてみたりさ、うんうん、なんか若いティーンのカップルがこう、肩車してたりさ、うんうん、まあなんかこう、いろんな人がそこにいるのをさ、こう、みんなで、あ、いいな、それを見ていいなって思ってきた、俺は、ティーンの時期だったから、うん、その青春で言うとさ、はい、あ、なんか、いろんな人がこんなとこで一緒になって、うん、景色って素晴らしいなっていう、その言語化したことはないけど、絶対心に思ってたの。うんうん、それが今やさ、これは本当、老害になっちゃうんだけどね。今や、なんか、その、どんな席か分かんないけど、このもう、もう見て分かるだろうね。こいつら、あ、確かにこいつらプラス買ってそうみたいなさ。でね、俺はだからアーティスト側のいじりすげえちょっと楽しみで、で、昔ね、それこそ古くはビートルズが、なんか、オペラかなんか、オペラ、なんかどっかいいところでやったときに、なんかその、観衆、群衆のなんか2階席かなんかに向かって、じゃあ、あの、貴族の方はお手持ちの宝石でジャラジャラやってくださいって言ったの。それ、まさにそれを使うべきでしょ。要は、腐女プラスの方は宝石をジャラジャラやってくださいって。すごいね。でもそういう精神が必要でね、アーティスト側は。なんかそこだよ。うん。いやーなんか面白いな、なんかバスとかひっくり返したら面白くね。もうさ、石置いたりとか。フランスのデモみたいにボート化してうわーおもろ。なんかさ、おもろくない？なんかそのさ、ノーノーとこの、これもじ試されてるぞ。このフジロック側の、なんかフジロックの両親じゃないけど、まあ両親っていうのか分かんない、それから危険分子か分かんないけど、なんかそういうものが作られて、なんともないって終わって、いや日本人は受け入れるっしょ、多分日本人は受け入れるんだけど、でもなんかでもフジロックに来るやつっていうのはさ、どこか そういうものにさ、まあ、1日目は気づかなくてもいいや、でもなんか2日目ぐらいにあれとか思わねえかなって、なんか、うん、んおかしくねえかみたいな、なんかこのアクセル長尾さんとか怒りそうだよ。アクセル長尾さんもフジロック見放してるっしょ相当前に、うん、いやちょっとさ、プラスおもろくない？なんかもう、どんな景色になってんだ。プラスのプラスがプラス襲撃されたらすげえ面白いんだけど、ね、なんかそのバスはひっくり返すわ、岩を置いちゃうとか、その通行するとこに岩を置いたりとか、そのもうん、食べ物とかもうね、あれならなんかさ、逆に、いや、逆のちょっと考えたら、自分らがプラスで行くとするじゃん。うん、気持ちいいのかな、なんかその飲食とかを、並んでる人横目に、うわ、早いわーっつって、いざ行ったら、最高、最高。だから、基本的にこれ正しい姿勢は、プラス側はだよ。うん、なんか、プラス側がちょっとでも謙虚な気持ちだったらおかしいよね。なんか、プラス側のメンタリティとしては、よっしゃー、空いてるからめっちゃいいわーって言っといてほしいじゃん、まずは。まあそうだよね。常に。なんかそこで奥ゆかしい女の人とかいらなくね。奥ゆかしさいらなくね。やたら丁寧とか。それ、逆に腹立つの。でしょ？なんか、あ、すいません。はい。あ、別にいいです。別にいいですじゃないじゃんって。別によかったらもう、それ取ってないじゃん、そのリストバンドみたいな。なんかその、なんかこっちとらフジロックプラスなのに、なんかなんでプラスじゃない人の方が先に来てんですかみたいな感じであれって話じゃん、要は。そこでさ、あ、いや別に、あ、いいですよ、いや、いいですよじゃないじゃん、もう買ってんだから、その特権階級みたいなとか、なんかその、全部に対してそういうやつがプラス買うべきじゃない？なんかせめて、欲望を出してほしくない。うん、そのシャトルバス、その何、ステージ間降りたときに、ああ、あんな早く着いたから、もうめっちゃ見れるわーとか。それからもう、なんか、
1回目だから運営もうまくいかなくて、なんか全然サービス良くなかったって なるマインドで、グッズすごい揉めてほしいよ。そうそう、なんかそう、これそう、妙な奥ゆかしさとか、そんなんじゃないっすとか、うん、あのなんかそういうんだったら買わないでほしいんだよね。やっぱそれ買った人って、うん、もう金払ったことを主義主張してほしいよ。そう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 、なんかもう妙に紳士ぶらないでほしい。うん。いや、独自の路線行き始めたね。行き始めたね。だってもうどんな気持ちなんだろう。もうだからもうファスト並んでるところをさ、みんな冷ややかな目で見たら面白いな。冷ややかな目になるよね。どうなんだろう。いや。それが何周も回って、なんかすごく、なんだろう、崇拝するムードが出来上がったら最高だね、みんなが。なんかこう、うわーみたいな、この運行バスが、シャトル、そのステージ間のバスをこう、うわー、うわーとかっていう、もう。でもそれもやっぱさ、生かしたやつにすんじゃん。やっぱ俺がさ、だって運営側で、特権階級にサービス与えるとしたら、やっぱ周りのやつに、なんだろうな、劣等感を植え付けるぐらいじゃないと、そうじゃないとやっぱさ、あ、来年はオルマのサービス受けたい。悔しいとか思わせないと、またそれがまたさ、お金が増えないじゃん。だからやっぱさ、これははっきり言って、これはね、俺もそうはっきりさせるんだけど、これは お金なのかな、それとも、うん、いや、きれい事があるのかな。いや、お金じゃないんだと。その、快適に過ごし、快適さとか、そういう楽しみ方も提案したい。お金じゃないんだって言いたいのかっていうのは、これははっきり してほしいよね。でそもそもやっぱそれで言うと快適っておかしくない？やっぱりさ、うん、そのステージ感はさ、それ歩くさ、うん、けどやっぱその穴歩くのがすごくの記憶に残るでしょ。いや、それはそれが一番でしょ。それが一番じゃん。あのさ、そのね、音がさ、音がだんだん聞こえてくるの、近づくとね、うん、ホワイト通過するとか、このグリーンから行くとちょっとずついろんなステージの音がこう消えていっては次の音楽が聞こえてくるっていう、この体験があるわけじゃない、うん、これをさ、すっ飛ばして歩かない、いろんな夜なんかこうオブジェとかが光ったりしてんじゃん。うん。いろんなことがあるわけだよ。で、いろんな人を見るわけだよ、そのすれ違ってさ。いや、それすっ飛ばしてステージ間をね、移動して、うん。だからそれはさ、まあいいんだよ、いろんな人がいろんな楽しみ方でっていうことだろうけど。運営側だったらもうめっちゃかっこよく、かっこいいバスとかにして、うわ、なんかもうみんなが写真撮りたくなるようなバスにして、うんうん、うわ、なんか劣等感を植え付けさせてやりてえっていうのが一番成功の運営で、うん、で逆に俺がこのフジロックプラスに反対しながら運営に携わってる人したら、間違って、うん、あの警察の護送車の通行品買っちゃって、すいませんっつって。で、みんなあの、変なあの、青い網網みたいなのがあれ、ごめんなさいっつって。ごめんなさい。お前何やってんだよってなったけど、間違ってあの、護送車を発注して、あれでみんな連行されてるみたいな。ダメだよ、でもお前、徹夜して濡れ、徹夜して濡れって言われるから。その怒られてるサーバーも SNS とかにさらされて、それからよく見たら心の中でよっしゃーってよっしゃー、劣等感ね、面白いね、だから。でもそうそう思ったのが、多分でこのチケットはでも各チケット一応限定って言ってんのね。あ、そう、あ、まあそうだよね、いっぱい入っちゃったら困る。でもそれで考えたら、じゃあ劣等感植え付けて、じゃあ来年、よし来年こそはもうフジロックプラス買うぞって意気込みがどんどん増えるとするじゃない。うん。で、そうするとまた上作んなきゃいけなくなるよね。あ、最初もうちょっとサービスをもっと拡充させて、ね、値段を上げて、うん、するとかじゃない。で、これの最後行き着くのは家で見れるってやつじゃない。うん、俺らやってますけどもっていう、そのあれだよね。それがもう今後もう寝たきりで何もせず。メタバースチケットが多分一番高いっていう。なんかでもすごい面白いテーマだと思うよ、これは。うん。
アーティスト側のやっぱりなんかもう、下山とか、もう下山出ないだろうけど、フジロックプラスとか言ってるやつ、マジ何なんだよ、わけわかんねえとか言ってほしいじゃん。なんかウーアとかもう一切そっち側見ないで向かって上手側にいるとしたらなんかずっと下手しか見ないみたいな。いいね、アティチュードとしてさ、だからそのお手製のしなんかこうスライドみたいな、お手製のなんかスクリーンみたいなのを用意した、ね、舞台装置ですよみたいに見せかけてそっち側にかぶするみたいな。でもそれも言っちゃうっていう、ちょっと今からちょっとセットしますってバーッつってで、それをやることで、あのそのプラスじゃないやつがウェーイって言うみたいな。ああそうだ、ね、でこれが浸透するまでには結構かかるよね。初年度では起きないよね、これはね。起きないね。でも3日目あたりにやっぱりなんかこう熱い人が何か言ってほしいよね。うん、っていうか、すごいそれ調べたい。でもさ、まあ休憩所とか、どうなんだろう。なんかさ、うん、逆に俺からしたらフジロックでそのサービスやるって、うん、お金払ってんのに制約設けられてるみたいな気分になっちゃう。そうだよね。なんかそうだよね。限定的だよね。そう。で、かつて言うならさ、フジロックに来て自由に歩けないってことだもんね。そう。フジロックに来て、俺は何でもできんのに、なんかお金払ってるから、もったいないからあそこの休憩所行こうとか、本当は歩きたいのにお金払ってるからバス乗ろうとか、あのみんなの中で、あのごっちゃの中で見たいのにお金払ってるからあの特別なエリアで見なきゃなとか、なんかめっちゃ逆行してる気がするんだよね、気持ちと。やりなんかフジロックに行こうってその精神と、それをやって、その行為、お金払ってそれをする行為が、うん、全然なんかもう、ま、正反対やでね。俺それでやっぱ俺綺麗事言っちゃうけど、やっぱ俺ね、それだったら俺フジロックプラスっていうものを特権階級用意したんだったら、俺多分別に書いてないと思うんだけどね、うん、まず障害のある人は、うん、無条件にそっちにしてやるよと思うのよ。確かに。で今まではきっと障害がある人だって、いやいやいや、もうフジロックの洗礼を受けてもらいますよ、障害があるとしても特別扱いはしませんよってなったと思うのね、うん、でもそれをこの度、まるで障害者のなんですかっていうような健常者なんだけど、まあ、お金を持ってるっていう人に対してこう部屋、うん、なんだろうな、そのなんていうんだろう、妙な、きっと健常者でしょ、健常者かどうか分かんないけど、お金を持ってるっていう人だけなんだけど、快適さみたいなことを。確かにフジロック失敗したな。まず逆にそっちからだったな。まずはなお、フジロックプラスでは障害者の方はそこに入れますってやらないと、うん、いやー間違えたね、フジロック。いやでも俺自分で今自動的に言ったけど、本当逆行してるってこと今言いながら気づいたわ。あ、どういうこと？え、だからそのサービスを、そのサービスが、うん、フジロックで楽しむの、俺、まあ、人によってだけど、俺は楽しむっていう、その楽しみ方っていうかと逆行してる、その歩きたいとか好きなところで休みたいとか、みんなとごっちゃに見たいとか、なんかサービスとして成り立ってないっていう、分かる、端的に言うと俺の中で。分かる。でも俺も今それ聞いてそうだし、これなんか俺らは逆に言うとちょっと今かつてのフジロックなりスマッシュなりを逆に甘く見すぎてて、いや、こんな、うん、こんな感じで実は揶揄できるまだ先があって、うん、それも百も承知で、おそらくもうなんて言うんだろう、マジでそのチケット買ってるやつらを社会実験じゃないけど、あの本当にありがとうございますみたいなことじゃなくて、うん、バカに しようってんじゃねえかな、もしかしたら。え、フジロックがそういう装置として設けたと。そう。それやばい。いや、なんか、そうでもしないと、だってその精神性とか本当に反しちゃうじゃない。いや、だからその、それで、なんだろうな。だから、なんかバンジージャンプみたいなもんかな、俺から言わせると。なんで金払って、
うんうん、あんなことしなきゃいけねえんだよ的な感じで、うんうん、なんで金払ってバス乗んなきゃいけねえんだよとか、なんで金払ってなんつうのファストパス的な飯のところに並ばなきゃいけねえんだよって思っちゃうんだよ。まずバンジージャンプに対する評価が人それぞれだよね、うん、だから俺だったらバンジージャンプなんであんな怖いことするのっていう。あれ楽しそうじゃん。全然楽しそうじゃない。いやでも俺も怖いよ、怖いけど、なんか想像絶する楽しさもありそうじゃん、なんか。ああそっか、じゃあバンジージャンプは今やめた。なんだろうな、これ例えの例えの始まりじゃない、富士の登山じゃないんだから。登山をしようとしてたら、なんかこうケーブルで山頂まで行けるやつがありますよって言われて、うんうんうん、いや俺それが頂上に最短距離で行きたいわけじゃないんですよみたいな、はいはいはい、それを楽しみに来てるわけじゃないんだよなみたいな、うんうん、本当俺の中でフジロックとそれやりたい人はサマソに行くんですよねみたいなさ、なんかそういう感じなんだよ。いや、フジロックのこの用意した装置何かっていうと、そのフジロックプラス買ったやつは、おそらく、ああ、フジロックってつまんなかったなって思ってもらって、うん、もう来てもらわなくすんじゃない？それに一体何の狙いがある？だから最近フジロックがその有名になっちゃって、知名度上がってるでしょ。うん、うん。知名度上がってって、だからその震えにかけたいんじゃないかなっていう。ああ。来るやつを。そうで、もうその要はさ、ゴキブリホイホイみたいなもんでさ、でゴキブリホイホイなんだよ、うん、フジロックプラスって。ひでえこと言う、すげえひでえこと言う。かかったなみたいな。そうそう、なんか美味しい匂いがするから寄ってったら死んじゃうみたいな、なんかだからそのフジロックプラスをやった人はその年にそのフジロックの醍醐味を感じないから。最後死ぬのじゃ。それはだから宮台的な意味でね。宮台的な意味で即死するっていう。即死系だよね。そうそうそう。なんか。フジロックプラス買う系やつは即死系だよ。もうフジロックプラスみたいなものは、ある意味、それはフジロックの醍醐味を全て排除しちゃうから、そのフジロックプラスを利用すると、なんか別に面白くなかったな、来年からいいやってなるっていう、うん、そういう装置なんじゃないかと。それさ、フジロック苗場スキー場を、その分拡大して使うのかな、それとも今まで使ってるエリアの範囲内でそれを運行するのかな。いいねいいね、そこいいよね、重要だよねそこ。そう、そのフジロックもいいやって出てくる人がありえるんだよね。だって前より楽しむ領域が減ってるわけだから。そうだから、そのせいでね、プラス側の人のせいで。そうそうそう。でなんかでも値段は上がってたり変わってなかったりしたら、あれなんか景色もキモいし。だからそうなのよ、プラスの収益分、うん、そうじゃないチケットで下げるべきなんだよ、うん、そう下げたりエリアを拡大して他の人に、うん、そうじゃない人に今までの快適なのは過ごす、うん、快適っていうか普通のチケット人には普通に過ごせてもらえるようならいいんだけど、その分そこの領域の分目減りしてたらなんか、うん、そうだよ、なんか今までより逆にこっちは、あっちは快適かもしれないけど、こっちはなんかバス取ったり窮屈だなとか、なんか。そうだよね。思い始めたらさ。そうで、フードとかもさ、フードも前以上に並ぶわけじゃん、おそらく。うん。そう。バランスが崩れるよね。なんかその両立っていう考えは難しいよね。うん。あの人たちはお金いっぱい払ったから仕方ないよなって思うだけで、私たちはお金いっぱい払ったから優遇されますって、うん、これこの2つどう折り合いつけるっていうか、何がしたいんっていうか、ね、でかといってだって別に、いや俺これがもっと整備されて、この特権階級のフジロックプラスをなんかオークションみたいにとか、なんか時価みたいにその欲しいっていう人の分だけ値段が釣り上がったらいいと思うのよ。あ、そうだね。そしたら目的として、うん、そこを釣り上げて収益が上がるとかだったらいいんだけど、うん、なんか最終的にみんながさ、うわあれいいやって思うと破綻するじゃん。
結局はさ、その食べ物ファーストパスみたいな、食べ物並ばなくていいっていうものって並ぶ人がいるから、うん、並ばなくていいがあるわけで、うん、え、じゃあみんながそれを買い取ったら、うん、結局並ぶじゃん。でだから限定枚数にすると、うん、なるほど。何がしたいんと思わないこれ、うん、あのこの累進課税の話と一緒でさ、高所得の人がいっぱい納税してるから、うん、低所得の人はもっと払えよって言っちゃうとそっちが潰れるのと同じ で、うん、で特権階級作るんだったら特権階級じゃない人が必要なんじゃんっていう、うんうん、じゃないと特権階級にならないわけじゃんっていう。そうだね。そういうことしていくんだったら、もう、で、それが収益のためだって言うんだったら、もっと違う、それこそグラストンベリーみたいに、いや、まあ、特権階級みたいなチケット種はあってもいいんだけど、うん、結局、現場では、みんな平等にしないと、それ破綻しないかと。なんかその、だったら、その特権階級で得るお金分を別になんか、別のチケット種にして、その現場でいい思いができるとかじゃなくて、まあ、なんか特製 T シャツがもらえるとかでも買う人いるじゃん。うんうんうん。それでいいじゃんっていう、なんかそのさ、並ぶ人が いるから、並ばなくていい人を作る権利って、おかしくないって、そもそもがと思わない、なんかその。フジロック公式のツイッターに毎日リプしようかな、この動画つけて。しつけえな、みたいな。公式はブロックしましたみたいな。でもそれやってみるけど、本当どう思うのか聞いてみたい。うん、いいと思うよ。いいと思う。だから、うちらというか、俺は直感的にキモいけど、うん、このチケット制度はキモいけど、うん、どう思うかね、みんな、フジロックの人がどう思ってるのかとか、聞いてみたいよね、うんうん。普通に気になるね。通じます。みんなどう思ってるのかとか。うん、なんかそう、それがなんか、早く並べていいじゃんとかさ、うん、快適でいいじゃんとかいう、そこら辺の精神性のさ、うんうんうん、何の奥も語れないやつら、うん、のリップは、リップっていうか、そういうやつらだったらもう、ああ、これは終わりですなってなるけど、うん、もうちょっと先まで考えてほしいよね、なんか、その、そう。これ社会というか、なんつったのな。本当に社会の縮図を、そう。フジロックってさ、社会から出れる世界、社会を逸脱してやってきたそのフジロックっていう世界があって、ここに来れば、外の世界忘れられるよねっていう世界の中に、縮図した世界を作ったじゃん。うん。すごくない？そのさ、それすごくない？いろんな、いろんな。うわ、ね、これ本当に載せて、これここは本当に載せてみ、見せたいフジロック、本当だよ、ね。そう、いろんな人がいて、ね、階級のね、いろんなのがあって、でそういうものがを体現するのがロック で、それがフェスって言って、いろんな人が来る、その中にその、その、嫌な社会の縮図を持ってくる。嫌な社会の縮図をフジロックの苗場に入れ込んでどうすんのっていうことだよね。本当だよな。だって、いや、俺、本当に思うの。だっておかしくない？いや、もう、ね。食べ物並んでます。はい、お金出して並ばなくていいですよってさ、もうアホじゃん。だって、それ何なんっていうさ。フジロックをなんかメタバースっていうか、なんだろう。なんか世界にしたいのか、なんかそういう。一つの国にしたいのか、ね。国にしたいの。だから、独自の通貨も作るだろう。多分フジロックの通貨だよ。電子マネーみたいな、フジロックペイみたいなさ。そのつもりなんじゃない。それだその第一歩だったらまだ分かるよ。国家を作るの、あの中に。独立国家的なさ。で、累進課税、もう言ったら累進課税的なもので反映しちゃいんだ、うん、累進課税反映しちゃえばいいじゃん、もう何だったら。そうだね。なんか、フジロックプラスのお求めの方は、去年の源泉徴収をお持ちの上みたいな。あ、でも分かった。あ、違う。これはあ、その逆ですわ。つまり、現実世界では本当に累進課税的なもんで、なっちゃうんだけど、このことフジロックワールドでは、この小さな世界では、逆に貯金とか切り崩して、このフジロックの世界の中で俺は王様になれるんだみたいな。それ一番みっともねえやつじゃん。でもそれが多分、意味があるんだと思う。いや、本当に外の世界の縮図を中に入れ込んでも意味はなくて、このフジロックワールドでは、もう自分の持ってるお金をどんだけ積み込むかで、この世界では自分の階層を上に上げれるみたいな。便利。
年ただ4日ぐらいのやつで。4日間の王様だよ。でも現にさ、でもいたじゃん。そのフジロック4日間にかけてる人っていたじゃん、前から。うん、そのすごく思い入れの強い人っているじゃん。この4日間にかけてるみたいな人っているじゃん。でもかけてる人はちゃんとって言ったらおかしいけど、その本当にフジロックをこう踏みしめてちゃんと楽しむ人が4日間にかけてるイメージで、そう社会の縮図をそのスタバみたいなのを苗場に持ち込んで、でまだ現金でやってるのみたいな、そういう世界じゃないと思ってたから。まだ並んでんのみたいなさ。すごいよな、なんかすごいな、なんかどうなんだろうな。社会の日本に、社会って言ったら海外に失礼だな。日本の縮図を。そうそう、日本の縮図。そうなんか悩まれ、ね。だってさっき俺が言ったように、やっぱりそれでも障害者の方々は苦労するみたいな。そうだね。うわ、すごいな。レイは新選組連れてきゃいいんじゃない。あの山本太郎です。山本太郎ですね。え？山本太郎です。どうも。フジロックご通行の皆様、山本太郎です。レイは新選組。ありがとうございます。ありがとうございます。フジロックプラス、こんなもの許してよろしいんでしょうか。ロックの自由はどこに行ったんでしょうか。ありえないですよね。こんなのありえないですよね。ウッドストック、僕も見てました、DVD。みんな裸足で、みんな出来合ってましたよ。ね、ところでどうですか、今。札束で顔をはたいて、行くような連中が、並びもしないで、佐世保バーガーを並びもしないで食べていくわけですよ。どう思います？ 1 時間並んでるんですよ、人によっては。並んでる人の大変さをすごい言うから。あとここに来て急にルーキーだけ無料で見に来る人も擁護するから、お金ない人はですねルーキーだけ見てるんですよ。入場のここにも入れない。それはそいつが悪いだろっていう。サマソニアがこれやってたら別に何とも思わねえんだよな。確かに。でそう思うとさ、なんか期待しちゃってた俺たちがいたよね、きっと。でもさ、いや、そうだね。サマソニがこういうことをしたって、サマソニって何やっても許される感あるよね。うん。すごいね、あのさ、サマソニのさ、あの、なんだろう、幕張っていうコンクリートジャングルみたいなところとか相まってさ、あの、どんな、何があっても結構いい感じあるね、サマソニって。なんだあれ。うん。なんか、いや、なんだよな。元から、俺は悪いやつですっていう風にしてなんか入ってきた感じがあるからさ。確かに、あの多分平和のピースとかあるじゃん。うん。サマソニアピースとか行ったことないと思うわ。ラブ&ピースって多分サマソニア思ってないよね。思ってない。あれサマソニアって多分本当にパーティーとか。そうそう。1秒が楽しきゃいいとかじゃんあれ。そうそういう感じ。なんかねクラブっぽい感じとか。うん、そうそうそう。なんだフジロックはだからそういう意味ではそうではなくて、そっか、そうだよね、やっぱフジロックってさ、やっぱそういう確かに売り出し方とかやっぱさ、うん、自然だったりさ、なんかフジロックはもっとなんかみんなに尊敬される、うんうん、いてほしかったみたいな感じがある。社会貢献だとかさ、うん、なんかそういうそれこそそのあそうだよ、まさに一番なのはさ、その俺あんま見ないけど、そういうエリアがあるじゃん。その、うん、原発だったりとか、社会問題に対しての NPO だとか、なんかそういう。そう。たまたまやらないじゃん、そういうこと。まあ、やらないって今、俺断言したことをね、調べないと分かんないけど、去年、フジロックはそういう色が強いじゃん。とか、そう、海外からわざとさ、ハリウッド俳優とか呼んだりしてさ、うん、そのなんか世界の環境のことについて。うんうんうん。さ、そういうそとか、まあ、原発。まあね、そう戦争反戦を歌ったりさ、そういった側面があったはずなんだよ。うんうんうん。だからこそ違和感を感じちゃうんだよね、これには。そう。でそれをなんかやめますってだったらこのトップページに書いてほしいよね。フジロックは反戦反原発をやめましたみたいな。そうね。社会。うん。じゃあ一番やめてほしいのはラブ&ピースやめてほしいの。うん、そうね。で多分、そしたら、いや、フジロックもともとラブ&ピースとか言ってねえっすって言ってくれれば、なんか、そうするとかなり。元からは嘘だから。そしたら、あ、ラブ&ピースとかじゃないってことは、もう文脈的に
昔あったそのまあ、有名なフェスとか全然関係ないってことでいいっすねみたいなことだよね。フジロックは利益のみを追い求める団体へと変化しました。ソリューションですと、総合ソリューションですと言ってほしいよね。スペシャリストですみたいな。そっちに振り切ってほしいね、やるなら。日高さんもう手引いた、もしかして。いや俺もそう思ったんで、だからね、なんかね、そうなんじゃないかなと思って、もう年で。で、結構若手に、うん。イニシアチブ取らして、うん。で、これが慣れの果てみたいな感じなんじゃないかなと思って。だろうね。だから大将がなんか、ステートメント出すんだっけ？あれ、朝霧ジャムだっけ？それって毎回やるのって。富士あんまやんないっけ？あんまり日高さん前に出てきたことない気がする。なんか言ってほしいよね。なんかこう。今年は新しい試みがありますみたいなのをさ、うん、どう考えてもポジティブに語れないと思うんだけど、なんか大賞券みたいになってきたな。あの山岸さんのラーメン、いつも鉢巻き巻いて前に立ってて引退してありがとうございます、もう弟子たちが作っててさ、もうかつての山岸さんのラーメンは食えねえみたいな。もう大賞券っていう名前だけは残って、みんなのれん分けして、それぞれまあなんかファンがついてて、あーでも昔の方が良かったねみたいな、なんかもう今ほぼフランチャイズしてあれてみたいな。大賞券だよ、フランチャイズ。フジロックの大賞券かってこと。大賞券だ、本当。もうそこから漂う老害臭だよね。老害のいい匂いがするだろつって。ラーメンじゃなくて。ほら、老害のいい匂いがしてきた。老害のいい匂い。ああ、おもろいな。いや、でもね、それで言うと俺ね、その、俺思ったら、老害っていう言葉があるんだったら、やっぱ脈害待っていいよねと思うんだよ。俺は脈害を言いたいのよ。この先、脈害を訴えていきたいのよ。脈害って言ってるやつ、初めて見た。俺はやっぱ今こそ俺は、ね、俺らが戦ってる全てにして、それはもう脈外だってやっぱ言うべきだよ。俺らそろそろやられっぱなしだから。いやー、脈外いい音してんな。脈外っていい音してんな。もうさ、やっぱなんか彼らは正しくて正義でなってるけど、脈外だよっていう、それはなんかさ、やっぱでもなんか理にかなってない。つまりさ、なんかおかしなことになってて、老害ってそもそも人生経験だったりいろんなことを経験したことが老害だったらさ、うん、そうおかしいじゃんって。そのさ、なんていうの、だから何もそういう経験を踏んでねえやつがそんなのは老害だって言っちゃってることが脈害だって押さえつけた方がいいよ、うん、そろそろ。押さえつけた方がよくない？もうそれはもうこっちが、いや、てか単純にいいものはいいって言う、俺だからまあ老害ってわざと言ってるけどさ、俺もわざと言ってるんだよ。まあ、なんかこうさ、誰もがって言ったらなんか気持ち悪いけどさ、なんか社会として、まあでもフジロックは社会じゃないけど、でもなんかそういうでっかい運動体と考えてさ、世界というかその、うん、考えたらさ、なんかそれってすごいいい世界だねみたいな、なんかふうにみんなが思えるようなことに運んでるならわかるけど、あ、その今の仕組みを見てさ、あ、それってすごいいい世界ですねってさ、言わないでしょ。だからそう、あの、それはだから老害じゃなくて単純に本当に。切れ事を俺はさ、そんなに言う必要ないんだけど、でも、うん、だから例えば俺は本当、フジロックプラスを作って社会が良くなったよねっていうふうにするんだったら、本当に障害のある人は、本当そう、俺もそう思った、そう。障害のある人が、そこに行けます、通常試験で、うん。で、それを支えるために、うん、別に障害がなくたって、健常の人がその分をお金払ってますってやったら、うん、それって富の分配じゃん。うん、ちゃんと お金を持ってる人が多めにお金を払って、そういう人たちを快適にやる社会が作れてやれば、うん、それは、うん、今の日本社会がそういうふうにすればいいっていう富の分配を、フジロックが体現するっていう。そうだよね、むしろ社会、日本より社会より先に出て、そうそう、
がね、やってたらもうすごい、それはすごいってなるもんね。それだったら、あ、すごく意味のあることだなっていうので、それだけ全然違う資本主義の醜さだけを描いてるわけじゃん。そう、それをわざわざ棚卸しっていうか、なんか嫌、その日本の嫌な縮図をわざわざ下ろして、なんかそれをフォーマットいただいて、そこで再現するっていう。だから、もう俺らがこういう動画を撮ってる以上で、これを俺らがアップしたときに、唯一の救済策としては、彼らが、そうそう、こういうことを言ってくれる人を待ってましたよって言えばいいんじゃん。いや、今、そういう老害いるよねって言うかと思った。お前ら、脈害だけどな。脈害やっぱ、毒を持って毒を制す感じで、やっぱ俺らは脈害って言ってる。で、お互いに老害と脈害を言い合ったら、不毛な感じがしてきて、いいものはいいよねってさっき言ったやつになると思うんだよ。うん、うん。あれでもさ、なんか老害って言われる側が妙に黙っちゃうのってちょっと面白くない？黙っちゃうの？いや、なんかさ、東さんだってそうじゃん。きっとさ、こんなこと言うと僕は老害って思われるんだけどってやたら言うじゃん。うん。それでどっか負い目を感じてるわけじゃん。要はさ、そんなこと無視してよくない？その、なんか老害って、うん、自分はこんなこと言うと老害って思われるって百も承知だよって言っとかないと、なんか傷ついちゃうんだろうね。ああ、まあそうだね。その老害だろうっていうのが刺さっちゃうわけじゃん。この老害に、お前老害だよに対してこうバリアを張っておけばさ、しっかりと先にワクチン打っとくみたいな。そう、なんかそのさ、十分に効くんだねっていう、それをその予防線張っとかないと、その老害という攻撃が十分に効いてしまうっていうさ、この前提ってなんだろうっていうのを思うんだよ。でも東さんは新しいことを言わないで、多分抽象的なこと言ってるだけだから。俺たちっていうか、今斉藤さんはちゃんと今新しいことも提案したじゃん。脈外？俺たちはそう、脈外じゃなくて。ちょっと一回止めるね。